という前半です。ミラーゲームです。 3-4-2-1 同じフォーメーション、その中で先制点を取ったのは湘南ですが、さあ関口、先ほどオンゴール悔しい思い、シュート決めてきた。自らのシュートで1点を取り返しました。これは本人としては相当、これはカタルシスになったゴールだったんじゃないでしょうか。気持ちが入ったゴールでしたね、クリアミスで1点を相手に献上、しかしその後自らゴールを奪って同点に追いつきました。気持ちが入ったシュートになりました。このシュートです。綺麗なシュートですけどもね、はい、ねじ込んだという感じが強いですよね。いや本当ですね。これで関口は仙台に来て初ゴールということになりました。しかもホームで決めました。